はい、こんにちは。ブルーホースです。ハーバード心理学13日目に入ってまいりました。はい。まあ、もうね、2週間も経てばね、平常運転で動いている皆さんも多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日のテーマなんですけれども、こちらですね。価値ある行動をとるということです。で、価値あるって一体何っていうことなんですけど、皆さんこういう言葉聞いたことありますかね。80対20の法則ということで、まあ、通称これをパレートの法則って言ったりするんですけれども、まあ、こんな感じです。会社で 20% の人が 80% の利益を上げているとか、それから会社の 20% のクライアントが会社に対しての 80% の売上に貢献しているっていうようなことで、まあ、よく働きアリなんかで例えられたりするんですけど、働きアリがいれば 20% 働いていて 80% サボってますっていうことなんですね。で、このパレートの法則っていうのを時間管理に応用していくっていうのが本日の大きなテーマになっていきます。ということでですね、もう一回改めて復習をしていくと、何かというとですね、20% の時間に集中力を注いでいって、80% の結果を作るための時間を有効活用しようというのが、今回のお話になります。で、例えばなんですけど、こんな感じですね。一人の営業マンがいます。で、仕事の全体の 20% が商談だとすれば、その商談によって新規のお客さんですとか、それから追加の契約によって成績の 80% の売り上げを上げていると。で、残りの 80% の仕事ですね、フォローとか DM の発信といった間接的な活動によって 20% の売り上げを上げる。で、トータルで 100% の成績というようなお話です。で、それからスポーツにおいても、実はですね、試合で使う 80% の力っていうのは 20% の実践によって培われるということなんですね。で、残りの 80% の練習っていうのは基礎体力に関する練習が多いということなんですよ。はい。でですね、そうは言いながらもね、結局人は時間がないよっていうことをよく言ったりするんですけれど、まあ、そうは言ったとしてもね、実は充実感や満足感を得ることができないものに時間を割きすぎているだけなんですよね。何かっていうと、スマホとかテレビとかね、だらだらと過ごす、そんな時間のことなんですよ。で、あなたにとって意味があって、そして楽しくって幸せを感じることができている時間の使い方は一体何っていうものを改めてリストを作ってみましょう。これが今日のワークになります。で、それを実行するにあたって邪魔になっている行動っていうのもリストアップしてみましょうと。例えば、じゃあ皆さんが今上に挙げたような、意味があって楽しくて幸せを感じられる時間の使い方って一体何っていうと、例えばこんな感じですよね。家族と過ごしたりとか、まあ、旅行に行ったりとか、温泉にゆっくり浸かったりとか、運動したりとか、それから美味しい料理を食べまくるね。はい、どうです、皆さん、お正月で美味しいもの食べまくったせいで体がなんてことはないですかね。はい、まあ、しっかりと上にある運動をするも重ねていただけるといいかなと思うんですけど、で、その一方ですね、使いたくない時間って実は結構スマホをダラダラ見てしまったりとか、会社での意味のないミーティングとか、まあ、この時期なんでね、あんまりないと思うんですけど、飲み会があったりとか、そういうものに時間を割いているとか、こういうものを時間を使いたくない時間というものなんですね。で、それぞれにどのくらいの時間を割いているのか、その時間をの割合を変えることができないのかっていうことを改めてリストアップしてみていただきたいんですね。で、変えるために時間を、ごめんなさい、変えるためにできることは一体何かっていうものを、考えてみると。で、満足度とか、それから幸福感を与えてくれるものに時間を使うために、やりたいこととやりたくないことっていうものを1日の時間配分練り直してみていただくっていうのが、何度も言いますか、今日のワークになってくるんですね。で、これね、僕自身も実際にやってみたんですよ、皆さんにお伝えをする前に。そしたらね、結構無駄な時間を過ごしたってことを気づくんですよね。やっぱり僕もスマホダラダラ見てる時間が長かったりとか、 YouTube もその勉強をする時間とかだったら、勉強に関する YouTube とかだったらいいんですけど、まあ、それに関係ないね、ゲーム実況とかも、ゲームが好きなんでね、ゲーム実況を見たりとかって結構こうね、なかなかショックに感じる可能性もあるんですよ。皆さん自身もやってみたりとか。だから、ちょっとした覚悟を持ってやってみていただけるといいかなというふうには思います。結構ね、洗い出すってね、やってみたら、最初ね、ちょっと面倒かなと思ったんですけど、やってみたらやってみたでね、うわ、こんな使い方してるんだっていうふうに、改めてやっぱね、気づくっていうのはすごくね、便利な方法だったりするんで、ぜひですね、洗い出し、リストアップっていうのはやってみていただけたらいいかなというふうに思います。
います。ということでですね、今日は、そんなに長くない動画だったんですけれども、最後にですね、今回の動画役に立ったなとか面白かったなっていう方はですね、ぜひチャンネル登録とそれからグッドボタンも押していただけると嬉しいです。ということで次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。